どうもエナジー福田です。今回は簡単で強いラインの結び方ダブルクリンチノットを紹介します。動画の前半ではロープを使ってゆっくりと結ぶ時のコツを解説しながら結び、後半では実際のラインを使ってダブルクリンチノットを結んでいきたいと思います。はい、ではまずはロープを使ってダブルクリンチノットをゆっくり結んでいきます。まずこっちをラインで、これをルアーの愛だと思ってください。ルアーの愛にラインを通していきます。そして少し引っ張り出します。この状態で結ぶと通常のクリンチノットとなります。しかし今回ダブルクリンチノットなので、もう一度余り端ラインをルアーの愛に通し引っ張っていきます。そしてこの引っかかるところが2本になるんでダブルクリンチノットと呼ばれます。そして余り端を少し引っ張って内側の輪っかを小さく調整します。そして右手はこのラインが交差しているところあたりを持っておくと作業がやりやすくなります。でここから巻きつけていくんですけど、右手ではライン本線を持って少しテンションをかけておいてください。次に余り端ラインをメインラインに4回巻きつけていきます。1回、2回、そしてこの時ラインを1回転させる時に一度手が離れるんですよね。その時に反対側から押さえておくとラインがほどけずにやりやすくなるんでおすすめです。3回、4回、そしてこの時もライン同士が重ならないようにちょっと斜めになる感じで巻きつけていってください。そして次に余り端ラインをこの根元の輪っかが2つ重なっているところですね、ここに通していきます。こういう状態です。そしてここから締め込むんですけど、全体的に唾か水かで濡らして滑りやすくしておいてください。そうすることできちっと締め込めますし、締め込み時って摩擦熱が出るんですよね。その摩擦熱によってラインの強度低下を起こすんで、それを防ぐという意味でしっかり濡らしておいてください。そして濡らし終わった後締め込んでいきます。右手ではメインライン本線と左手ではルアーを離して余り端を持ちます。そしてこの時両方を反対側に引っ張っていくと結び目が綺麗に出来上がっています。ちょっとロープで滑り悪いんで手で修正します。はい、うまく締め込まれるとこういう感じになります。この時綺麗に4段重なっているか、根元のラインが重なっていないかチェックしてください。こういう感じに綺麗になってたらうまく締め込めてます。で、締め込み時に失敗すると結び目の上あたりがチュルンってなってしまうんですよね。これは後半の実践のラインのところでやるんで、そっちをチェックしてみてください。あとはラインを短くカットして、これでダブルクリンチノットの完成です。次に実際のラインを使ってダブルクリンチノット結んでいきたいと思います。で、今回スナップスイベルに結んでいきます。ラインに愛を通して少しラインを出します。そしてもう一度愛に通していきます。この時輪っか付近を左手で押さえておくと作業がしやすくなります。で、今でこういう状態です。内側に輪っかが1つできて余り端がこういう状態です。はい、そして次に巻きつけていくんで、右手でラインの本線を軽く固定しテンションをかけておいてください。そして余り端ラインを本線に巻きつけていきます。1回、2回、でこの時反対側の手で固定しておくとやりやすくなります。3回、4回巻きつけました。そして余り端ラインを内側の輪っかが2つになっているところですね、こう両方の輪っかに通していきます。
そしてここから締め込んでいくんで、全体的に唾か水かで濡らしておいてください。締め込み時に結構よくあるミスなんですけど、余り端ラインの方をちょっと強めに引っ張ってしまうと、途中で結び目ができてキュッと締まった状態で結び目が近づいてくるんで、その時に摩擦熱が発生して強度低下を起こしやすいです。ちょっとやってみます。途中で結び目ができて、この状態で引っ張っていくと、そうするとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こことここでカクッとラインが曲がってるのが分かると思います。ここで一旦締め込まれて寄ってきてるんで、強度低下を起こしてるんですよね。でもっとひどくなるとこういう感じに結び目の上がくねんくねんになります。こうなってしまうと強度が落ちてるんで、この場合は結び直ししてください。結び直しは結び目の上ですね、ここをラインカッターで挟んでちょっとくるっと回してあげると簡単に外れます。そしてもう一回やっていきます。アイに2回通して4回巻きつけます。2、3、4、そして2つの輪っかの中に通して、で両方反対側に引っ張っていきます。そしてちょっと調整してあげて、これで結び目の上は全然よれてなくて、結び目も綺麗な見た目になってます。これで完成です。あとはライン端をこれくらい短くカットすればダブルクリンチノットの完成です。よかったら試してみてください。